たった一晩で他国の王太子になる。これがデュラハンの魔石。そんな経験をした者はきっと。アイン、オリビア、世の後ろへ。彼ぐらいなものだろう。魔石グルメ、魔物の力を食べた俺は最強。あ、転生ですか。うむ、お主は死因があまりに不憫であった。なので次の人生はこのレア確定ガチャを回して決めるのじゃ。ガチャシステムのせいでありがたみゼロ。あの神様、俺死因どころかどんな人生だったかも覚えてないんですが。ま、そんなものじゃ。ほれほれ、さっさと回せ。はあ、お、金だ！スーパーレア！あ、なんだこれ。それはスキルじゃ。すごく毒に強いぞ。どんな毒も金もイチコロじゃ。地味すぎる！お主の行く世界はいわゆる正統派ファンタジー。ステータスがあり、魔物がいて、魔法もある。新たな人生を楽しむがよい。え、ちょ、そんないきなり。神様！今の転生した時の夢か。あれからもう5年か。ダメだこれ。毒素分解 EX、 どんな毒も菌もイチコロという俺のスキル。外で採取したカビで初めて試してみたところ、見事菌を分解。けど使った代償なのか、頭は痛いしだるくて動けないし、完全に外れスキルだよこれ。よし、このスキルはもう使わない。転生してまで痛いのは嫌だ。といけない、昼過ぎから父上と訓練の約束があったんだ。アイン、剣の振りは様になってきたようだな。あ、はい、ありがとうございます。この人は父上のローガス、大陸一の大国ハイム王国の大将軍を務めている。俺が生まれたラウンドハート家の治める領地は王都からほど近い大陸一の港町。王都への影響力も強かった。こんな伯爵家に転生できたのもスーパーレアガチャのおかげなんだろうけど。ローガス様。ん？おお、カミラ、グリント。グリントの訓練の準備が整いましたわ。おお、そうか。その姿なかなか似合っているぞグリント。すでに聖騎士の片鱗が見えているな。はい。アイン、私はグリントの訓練を見る。お前は素振りを続けるのだ。承知いたしました。グリントは父上の第二夫人カミラの子。俺とは半分しか血のつながらない一つ下の弟だ。この弟がまた優秀なスキル持ちで、兄の俺が毒素分解 EX という地味スキルに対し、弟のグリントはハイム王国でも過去数人しかいない聖騎士という貴重なスキル。父上も悪い人じゃないんだけど、俺とグリントじゃ期待値が違うんだよな。正直それが悔しくてたまらない。キョロキョロ。坊ちゃん、そいつは鉄の鎧ですよ。坊ちゃんの年で打ち込むのは無理ですって。無理か。だからこそこれができれば父上に認めてもらえる。やーっ、うん、
だから言ったじゃないですか。弟との差を疎んでいても仕方ない。父上やカミラお母様を見返したいなら人一倍努力するしかない。坊ちゃま、そろそろご夕食を。おや、これはまた見事な写本の紙の山ですな。え、あ、ごめんなさい、勉強がはかどりすぎちゃって。いえいえ、素晴らしいことです。日々の訓練だけでなく勉学までもこのように並外れた努力をなされて、この屋敷の使用人は皆坊ちゃんなら将来は学者、いえ将軍にだってなれると思っておりますよ。ありがとうございます。なれたらいいんですけどね。そういえば奥様がもうすぐお仕事が終わるとおっしゃってました。お母様が。ご夕食の前に尋ねられてはいかがでしょう。はい、そうします。お母様、いますか？ええ、中へどうぞ。いらっしゃい、アイン。彼女の名はオリビア、俺のお母様だ。とはいえ、前世の記憶が多少なりともあるせいか、俺にとっては母というより年の離れた姉のような感じで。うん、チョコの香りですね。毎日すっごく頑張って。アインは本当にいい子。なんだか妙に照れくさい。あのお母様、お仕事が終わると聞いたのですが。ええ、ただこのお仕事は私一人で進めてることだからやることが多くて、報告書をまとめてたんだけどどうしようかなって考えてたの。父上は関係していない仕事なのか。それにしても一人であんなに多くの仕事をこなすなんて、さすが大商会出身の令嬢、まるで敏腕社長。そして何より綺麗だしね。ザ・マザコン。ん？そういえば愛に一つ贈り物があるの。ずっと届くのを楽しみにしていたでしょ。ついさっき届いたのよ。これってステータスカード？ありがとうございます。喜んでもらえてよかった。でもこの数字っていいのか悪いのか。アインと同じ5歳なら体力は10くらいが平均かしら。なるほど。よかった、そんなに悪くないぞ。あれ、でもこの修練の賜物ってなんだろう。それは体が病気や痛みに強くなり疲れにくくなるスキルよ。アインがたくさん一人で頑張った証拠なの。それは私が誰よりも知っていますからね。お母様。そうだわ、これからお母様から頼まれた用事があるんだけど、それが終わったら久しぶりに二人でお散歩しましょう。おばあ様から？一体どんな用事ですか？何でも御用商人からお母様の紅茶を選んでほしいらしいの。それは給仕の方の仕事では。どうしてあえてお母様に？きっと私の目利きを信用してくださっているのよ。俺のせいだ。俺が長男としてふさわしくないから、お母様までこんな扱いを受けてしまって。アイン、よろしければ私とご一緒していただけますか？素敵な騎士様。はい、もちろんです。お供させてください。これはラウンドハートご婦人。義母の紅茶を選びに来たの。見せていただけるかしら？
はい、ただいま。上質の茶葉を使い、特殊な方法で乾燥させております。ああ、この茶葉は初めて見る種類ね。お、それ、魔石でしょうか？おっしゃる通りでございます。ご興味がおありで？ええ、まあ。魔石は魔物などの体内にある魔力の結晶。儀式や魔法に使用したり、装飾品にしたり様々です。高価な魔石は宿した魔力が人体に悪影響をもたらしますが、こちらは魔道具用で500ゴールドほどの安価なもの。直接お手に取っていただいて大丈夫ですよ。どうも。ちょっとよろしいかしら？はい、何でしょう。なんだろう、すごく甘い香りが。これはまるで濃厚な蜂蜜？もしかして舐めたら甘いのかな？っていやいや、さすがに魔石を舐めるやつなんて聞いたことがないよ。転生して5年だけど、そのくらいはわかる。いや、でも1回だけ。今なら2人ともこっちを見ていないし。ペロ。甘い！どうかしたの、アイン？あ、いえ、何でもありません。この魔石買い取りたいのですが。おや、そんなにお気に召されましたか。よろしければその魔石は差し上げましょう。いつもごひいきにしていただいておりますので。よかった。紅茶はこちらの3つをいただくわ。承知いたしました。それじゃあアイン、お散歩に行きましょうか。はい。黄色かった魔石が無色に。翌日。なんだろう、今日は力がみなぎっている。ああ、また坊ちゃん人形相手に手首痛めちまうぞ。やった、今日は弾き返されなかったぞ。ん？木剣が。坊ちゃんが木剣で鉄の鎧を切り裂いた。嘘。